はい、それではですね、引き続き WCCF カード紹介ということで、今回はちょっとね、渋いですね。渋いんですけど、俺がお気に入りのカードということで、これを紹介させてください。皆さんわかりますか？元チェルシー、元セレソンのダビド・シルバ。かっこよくないですか？ディフェンス19、スタミナ16、スピード14。センターバックとしては非常にレベルが高いですよね。好きなんですよ。彼ね、何歳ですか今。87年ってことは30、まだ4か5なんですよ。そうなんですよ。だからね、まだ老け込む年じゃないんですよ。なんすけど、セレソンに選ばれてないですよ。今ね、母国に帰って、どっかな、フラメンゴかなかなんかで頑張ってるんで、ちょっとね、チッチ監督、代表呼んでもらいたいですね。絶対必要な選手だと思うんで。この選手こそね、本当になんかブラジル版セルフィオ・ラモスですよ。強くて足元あって、ほんでハートめっちゃ強いっていうね。めちゃめちゃいい選手なんで。ぜひともね、ちょっと代表に復帰してほしいなって。この人ヨーロッパではどこだったかな、チェルシーか。チェルシーと、パリ・サンジェルマンが思えたんかな。まあ、リーグ優勝はね、何回かしたと思う。あ、リーグ優勝もしたんか。チャンピオンズリーグも取ってるわ。クラブワールドカップだけ取ってなかったんですよ。残念ながら。取れなかったんですね。いや、彼必要でしょ。みんなどう思う？絶対必要な選手だと思うんやけど。セレソンに。めちゃめちゃいい選手よ。いや、なんか滑り込みで入ってもらいたいですね。なんか、いつから漏れたんやろ？なんか、2014年の自国開催の時はスタメン出てたんですよ。で、その後ぐらいから代表漏れ始めて、えっと思って。前回のワールドカップメンバー落ちしてますよね。なぜか。今回のワールドカップね、ぜひとも、チアーゴ・シルバー、ミリトン、で、マルキーニョス、3人でしょ。もう1人いるでしょ。やっぱこの、大ベテラン。ね、爆発を踏んできたダビド・ルイス。いいんじゃないですか？めちゃめちゃ好きな選手なんですよ。はい、ぜひともね、皆さん、一家に一枚、ダビド・ルイス、いるでしょ。めちゃめちゃいい選手だね。まあ、いるでしょって言いながらね、俺も使ったことはないんですよ、さすがに。完全にコレクションなんで。使ったことはないですよ。ちなみにね、この人のベストパフォーマンスもいっぱいあるんですけど、やっぱ母国、で行われたワールドカップの、ベスト8の準々決勝かなかなんかですっごいフリーキック決めてるんですよ。センターバックながら。クリスティアーノ・ロナウド版のフリーキック、バリのね、フリーキック決めてるんですよ。この人ね、すごいんですよ、だから。見て、ディフェンダーなんですけど、テクニック15なんですよ。攻撃力もあるしね、ディフェンス能力も高い。たまにね、ポカがあるんで、まあ、そこを嫌う監督がもしかしているのかもわかんないですけど、めちゃめちゃいい選手なんで、はい。一度 YouTube でチェックしてみてください。ありがとうございました。